どうもこんにちは。それでは今回も早速始めていきたいと思います。皆さんに質問なんですが、皆さん多くの人が結構趣味とか自分がハマってるもの持ってると思うんですが、そういう趣味とかも自分がハマってるものになんかすごいのめり込んじゃうタイプの人っていますか？今日はそんなのめり込んじゃう人の話をしたいと思います。人にはどれほどの土地がいるのか。タイトル長いですけど、これ1886年にロシア人のレフ・トルストイが書いた本になってますね。でこれ民謡集で、あのロシアの伝説と、あ、自分のトルストイが自分の経験とロシアの昔話から合わせて作った話になってるんですけど、すごい読みやすいのはね、誰でも楽しめる話になってるんですよ。でこの話が始まるのは、ある姉妹が会話してるところから始まるんですよ。これ田舎なんですけど、姉は都会で暮らしてるんですね。で妹は田舎で、あの畑を耕す百姓の家で暮らしてるんですよ。で話してたんですけど、姉が自慢し始めるんですよ。いかに自分がどれだけいい暮らしを町都会の方でしているかって話をするんですね。私すごいいい暮らししてるのよって、いい服を着てね、いいものを食べてね、言ってるんですよ。いや妹もそれに対抗するんですね。いやそんなん必要ないって言うんです。私はもうこの田舎で生まれたんだから、この姉も最初は田舎の育ちじゃん、都会に出てってそれで結婚したんですけど、でそんなもの必要ない、私たちは土と一緒に暮らしてる、それで畑を耕してる、それがいいじゃない。でも姉は反応するんですよ。そんなの家畜と一緒じゃない、ただ生きてるだけなんて何がいいのって言うんですけど、妹は言うん、それがどうしたの、それでいいじゃん、何も損することはない、そっちは確かにいい暮らしが時々できるかもしれないけど、もし商売に失敗したらすっからかん、何も持つものがなくなる、一文なし、なんてこともあるかもしれない言うんですよ。あれはそんな、でもあなたなんてそんどうするしようって言うんですけど、妹の話を聞いててね、妹の主人がいるんですよ。それがパホーム、この物語の主人公男なんですけど、確かに妹に賛成するんですよ。いや別に田舎でもいい、こうやって自分たちは畑を耕してそれで暮らしてる、それで十分じゃないか言うんですね。けど一つだけパホームに気にしてることが、ただ土地が狭い、土地さえあればもっといい暮らしができる、そう言ってたんですよ。それを暖炉の裏で一匹の悪魔が聞いてたんですね。土地さえあれば、パフォームが言うんですよ、土地さえあれば悪魔も怖くないって言うんですね。え？悪魔聞いてるんですよ。今なんつったっつって、悪魔も怖くない、土地さえあればやってやろうじゃねえか、悪魔になるんですね。お前を土地で虜にしてやろう、それでてめえその言葉を覚えとくから、悪魔だって怖くない、やってやるよって悪魔に陥られるんですね。これからこのパフォーム暮らしてるんですけど、百姓として暮らして、自分の土地は持ってないんですよ。で近くにね、女のその夫人のところがあって、そこが土地は持ってるんですけど、そこに新しい管理人が来たんですよ。雇われて元軍人上がりのこの管理人が来たんですけど、それまではねパフォームたちが牛とか放し飼いにしてて、ちょっと女の人のね夫人の領地に入ったとしても、まあそこまで咎められなかった、許してもらえたんだけど、この新しい管理人が来てからは違ったんですよ。もうちょっと牛が入って、その夫人の多分育ててるね植物とか食べたらもうすぐ罰金、土地入ってちょっと荒らしたら、踏み荒らしたら罰金と、すぐ罰金を課せられるようになって、で周りの夫人の周りの百姓たち困るんですよ。うわ罰金でどんどんお金取られてく、俺たち狭い土地の中でね、みんなうまくそれまではやりくりしたいけど、もうこの新しい管理人が来て、はいこっからここは夫人の土地、こっから向こうがお前ら、もうかっちり決めたせいで、もうちょっとでも、もうあんまり柔軟じゃないから、もうかっちり決めたらもう破ったらすぐ罰金、まあ、この百姓たち困るんですよ。さらにね新しい噂が入ってくるんですよ。と思って、この夫人の近くにさらに土地を持ってる別の人がいるんですけど、夫人が自分の土地を一部分そのお隣さんに売るってなるんですよ。もしそのお隣さんに売ってしまったら、そのお隣さんはもっと厳しそうなんですね。もっと罰金貸してくるかもしれない、もっと自分たちが罰金貸されて生活が苦しくなるかもしれない、百姓たち集まるんですよ。どうする、俺たちこれなんか対抗しなきゃなるんですけど、案を出すんです。みんなで一緒にその土地を買って、自分たちまとまってね買ってやろう、
って言って話し合い始まったんですけど、こうかはこうかはって一向に決まんないんですね、自分たちの案が。それはなぜかというと悪魔が邪魔してたんですよ。みんなで協力して変えないようにしてた。それで新しい案を出したんですよ。一人一人その夫人が売りに出す土地を一つ一つ小分けにして、それを百姓たち自分たち個人個人がちょっとずつ買っていくっていう案を出した。で夫人にそれを提案すると OK 出たんですよ。でパフォーマンス最初買わなかったんですよ。お金がなかったけど、みんな買っていく人もいたんですよ。で噂を聞くんですね。仲間の百姓が全部一気にお金を出して買ったわけじゃないらしいと。どうやら半分のお金だけ先に払って残り半分は1年の猶予をつけてもらうことにしたらしいんですよ。あ、それいいなと思って、俺もそれやろうと思って貯金あったんですね。家に貯金あった。それと家にいた牛とかを売ってちょっとお金作って、でさらに親戚にもちょっと借りてですね、で半分の値段払って買ったんですよ。15デシャティーナっていう土地のあの面積の単位らしいんですけど、15デシャティーナを買ったんですね、パフォームは。でその土地ね、結構いいんですよ。植物もよく育つと。で2年間の猶予、残り半分のお金残してもらってたんですけど、すぐ払うことができたんですよ。おこれで良くなった。でパフォームの土地どんどん良くなるんですよ。パフォーム今や地主ですよ。自分の土地持ってますから、しっかり。けどね、次他の百姓たちと揉めてしまうことになるんですよ。土地持ってない百姓たちがいるんですね。この百姓たち、パフォームが最初あの土地をパフォームの土地って決めてるんですけど、そこにちょっと入ってくるんですよ。で入ってきてパフォームは最初許してたんですよ。自分も百姓だし、何より土地が狭いからなかなか牛とか人間見てね、こっからここって分かってるわけじゃないですから、入ってきたりするんですよ。まあそれはしょうがない、許してたんですけど、どうしてもそれが多くなってくると、ちょっと勘弁ならないなってなって訴えたんですよ。で訴えて同じ人間を2回訴えたんですね。ですると百姓たちの怒り買ってしまうんですよ、ここで。でこの百姓たちが嫌がらせし始めるんですね。パフォームの土地に木とかも生えてるんですけど、その木を使えないように、もう朝ねパフォームが起きて見てみたら、もう皮が全部剥がされてる、何十本もとかあったわけですよ。うわクソどうなったん、もう困るんですよパフォーム。うわ嫌がらせされて、であいつが犯人かもしれない、その人のところ行って口論したけど、それでもうまく片付かなかった。あーどうなんだ、まあ、自分の土地ゲットして食べ物を育てられてるけど、ちょっと納得いかない、うっぷんを溜まってるんですよ。不満抱えたまま生活してるんですけど、そんな中ある百姓が食べに来るんですね。この百姓である話を聞くの。旦那いい土地があります、聞くんですよ。いい土地がある、田舎の、どうやらその土地は、そこに行くと、そこに行ってその土地の農業組合に入るだけである程度の土地がもらえる。さらにその土地はかなり植物が育ちやすい、いい穀物が実る、でもっといい暮らしができる。パオもその噂聞いて、どこにあるんだそれ、詳しく話を聞くんですよ。なあそこにあったの、分かる。じゃあ家族を一旦そのまま置いて、自分はその領地の様子を見に行くんです。様子を見に行ってみると、やっぱりすごいいい土地なんですね。わあこの土地いいな、だって やっぱ家族で移住することにしたんですよ。でみんな家族でまとめ上げて、自分が持ってた15デシャティーナの土地を売ってこっちに来たんです。この百姓が言っていい土地に、でそこで新しい生活を開始するんですけど、次50デシャティーナか、もう家族も5人家族だったんですけど、すごい1人当たり前にいた自分が最初にいた場所よりも1人3倍の地が もらった。しかもめっちゃ穀物がちゃんと実るんですよ。おーこれはいいっつって、10倍もいい暮らしがパフォームたちできるようになったんです。パフォームかなりね、いい暮らしができるようになってきたんですよ。あーいい暮らしができるようになってきた。で小麦を育てて小麦がよく実る、いい暮らしができる。ででもそして3年パフォーム暮らしていくんですよ。けどだんだん土地が狭いなっていう感じるようになってきたんですよ。やっぱり慣れてくるとね、その土地に。最初はうわーこれいいってなってて、まあそれその幸福になれるとどんどん慣れていきますから、なんか足りないなーって感じるようになってきた。その頃ですね、もう一回他のチャンスがあることを知るんですよ。土地を借りれる、不動産みたいな感じで土地を持ってる人がいるから、商人だ。その商人に一定期間、この期間だけ土地を借りて、そこで麦を育てるっていうことをやるんですよ。農業ってのはもう365日その土地が使えるわけじゃないですか。土に栄養分があって、そこに季節、この季節はこの作物ってやってるわけですから、その使えない季節シーズンもあるわけですよ。そのために他の土地も借りて
この休ませてる間に向こうで育てられるっていうこともできて、あーこれ良くなったってなるんですよ。けど次はこの借りるのに奔走しちゃうんですね。他の人が借りる前に自分がさらに借りなきゃいけないから、アンテナをいつも張り巡らして、あそこ借りる、あそこ借りる、ちょっとバタバタ動かなきゃいけなくなった。それが嫌だったんですよ。しかも一回借りたところでね、そこで働かしてる百姓たちは土地持ってないから、土地持ってる人のところで働かしてもらって、そこに年貢を納めたりするんですけど、その百姓たちが訴えを起こして、自分が育てたものが全然利益にならなかったりした。ああクソ、せっかくやったのに無駄になってしまったんですね。それでもバホームかなりいい暮らしができるようになってきていたんですよ。でなんだかんだ3年暮らしていたんですね、ずっと。けどその時ある旅人が訪ねてくるんですよ。旅人訪ねてきて、食べ物がないからパホームの家で泊めてやってね、おごってあげることにしたんですよ。するとね、ある土地の噂を聞くんですよ。どうやらバシキール人っていうのいるんですけど、そのバシキールの土地がすごいいいってのを聞かせるんですよ。パホームさん、すごいね、いい土地があるんですよ。本当か、その話聞かせてくれ。土地のこととなるとね、もう目がないんですよ。すぐどこ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 さ聞くわ。バシキール人が持ってる土地ね、そこで、ね、すっごいいい土地なんですよ。穀物もよく育つけどね、そのバシキール人たちもう羊のようにノルマなんですよ。だから彼らね、もう好きなだけ土地をくれるんですよ。もう完全に好きなだけじゃないんですけど、ほぼ好きなだけ土地をもらえる。これいいですよ。しかもすっごいいい土地だから、あなたきっと気に入ると思いますよ。バシキール人の土地どこなんだ、どこ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 、すごい細かく聞いてね、よし分かった、ありがとう。その旅人へ行くんですけど、そのバシキール人の土地がすごい気になるんです。もしもう広い自分の土地がもらえれば、今みたいに今まあいい土地あるんですけど、 いろんなところせかせか借りに行ったりしなきゃいけない、で売ったられてその利益がなくなったりっていうこともある。もし自分だけの広い土地を持ってればそんなことしなくて済むから、よしこれはいいと思って、よしじゃあということで、そのバシキル人の土地見に行くんですよ。とりあえず家族は置いてね、結構遠いんですけどバシキル人の土地は。で取りに行って、でバシキル人ロシア語じゃないんですよ、ちょっと言葉も違うと。で通訳の人もいるんですけど、まあみんなと土産の品も持ってってね、その旅人からこれがいいみたいなの聞いたんで、土産の品持ってって話してるんですけど、でみんなこう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 結構気に入られてね、で和やかになってきたんですけど、そこであなたたちの土地を買わせてくれませんか、パフォーム言うと、ああいいよ言うんですよ。でいいって言ったんですけど、その村人たちはなんかちょっと揉めるというか話し始めるんですね。ああこう、ああでもないこうでもない、何話してるのって聞くと、やっぱり土地のことだから、その一番偉いバシキル人で一番偉い村長に聞いてみるしかない、村長に聞かないと分かんない、ああだこう、いや村長に聞く必要ないって言ってる人もいるんですけど、それでもああでもないこうでもない話し合ってる。その中一人の老人が入ってくるんですよ。でみんなさっと静かになる。で老人が話し始めて、みんなも話し始めたんですよ。で老人が、この老人村長なんですけど、村長はロシア語喋れたんですよ。ようこそいらっしゃいましたつって、でね村長にすごいいい品物をね持ってきたんですよ。パフォームちゃんと準備がいいから、でこれあげますつって、で村長もすごい気に入ってくれたんですね。あーいいですね、ありがとうございます、パフォームのことを気に入って、それで土地の話をしたんですよ。土地くれませんか、どう、あーいいですよもちろん言うんですね。私たちのところでは1日分1000ルーブリエになってます。このルーブリエってのはお金の単位ですね。1000ルーブリエでも1日分1000ルーブリエっつったんですよ。面積じゃない、面積の単位はデシャティーナですから、なんとかデシャティーナじゃなくて1日分1000ルーブリエですっつった。ん、パフォームわけわかんないんですね。ん、すいません、1日分1000ルーブリエ、どういうことですか、よくわかんないんですけど、ああ私たちは日数分でお金の取引をしてるんです。あの土地の面積どれだけのデシャティーナとかじゃなくて、1日分どうやってその1日分を測るんですか。それは歩いてもらいます。1日分歩いて、あなたが歩ききれた分をあなたの土地として認めます。その分1000ルーブリ払ってください。え、いいんですか、それ1日分ですよね。早朝からどこまで、日が沈むまで、それかなりの土地歩けますよ。本当に千ルーブリエでいいんですか、いいですよ。では早速明日あなたの早朝日の出とともにスタートしてもらいますんで準備してください、言われて、そのまま宴会してね仲良くなって、でも
みんな寝床に着くんですけど、パフォーム寝れないんですよ。緊張して、明日は大事な日だっつって、明日俺がどれだけ歩けるかね、俺の土地が決まるっつって、もう心臓バクバクなんで、なかなか寝れないんですよ。あー緊張するってなってるんですけど、なんとか寝れるんですよ。で、寝てる間にね、不思議な夢を見るんですよ。不思議な夢、最初に村長がいるんですね、遠くに。村長がいると、すごい爆笑してるんですよ、村長が。で、爆笑してるんですよ。どうしたのかなと思って、どうしたんですかって聞き込むことすると、あれ村長じゃなくなってるんですよ。村長じゃなくて、パフォーもこのバシキールの土地のことを教えた旅人になってるんですよ。この対応とも爆笑してるんですね。ってなってるんですよ。あれと、あれで、その旅人になんで笑ってるんですか聞こうと思ったら、次この旅人がその前の年とパフォームが一番最初の年にいた時、いい土地がありますよって言ってきて、百姓になってるんです。この百姓も爆笑してるんですよ。ね、どうしたんですか言おうとすると、あれ百姓じゃなくなってる、一匹の悪魔が爆笑してるんですよ。あれ、その悪魔の前を見てみると、一人の男が死んでる、倒れてるんですよ。その男を見てみると、死んだパフォームだったんですよ。バン、その瞬間夢が覚めるんです。冷や汗かいてる。今の何の夢だったんだ、わからない。そんな中、バシキル人たちに呼ばれるんですね。そろそろ時間ですよっつって、で、バシキル人たち、そのパフォームに買ってもらう土地のところへ連れていくんですよ、馬で。で、みんなが集まってね、パフォーム集まって、じゃあスタートしてくださいっつって、広電の時に歩き始めるんですよ。よし、パフォーム気合入ってる、歩き始める、バン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 。で、しばらく歩くんですよ。太陽も結構昇ってきて、これでいいかなっつって、まあ、あんま無理すんのやめとこう、一回休憩するんですよ。よしと思って、で、水筒とか飲んでね。で、そのバシキル人たちは結構しばらく、もう豆粒になるぐらいまでね、ずっと応援してるんですよ。わあ、騒いでるんですけど、頑張れ頑張れみたいな感じで。で、パフォーもそれ見てる。ああ、まあ応援してくれて、まあ休憩しよう、そろそろ休憩もいいかなっつって歩き始める。で、太陽がかなり結構登ってきたなってところで、やっぱここら辺で曲がっとこうっつって、印があるんですけど、その印を角に置けば、ね、パフォームがどこにまで来たっていうの分かるんで、で、パフォーム置いて曲がるんですよ。で、1面今歩きましたから、2面目に取り掛かるんです。2面目歩くんです。ああ、結構歩き、もう1日歩きますから、日の出から夕暮れまで、もう結構きついんですね。パフォーム地主ですから、今もう働かせてる側ですから、結構きついんですよ。ああ、きつくなってきたーつって、タイヤも登ってね、ああきついなーつって、水飲みながら、はあ、もうタイヤも結構きたんです。ここら辺でもう一回休もうつって、もうちょっと歩けるかな。でもな、あんまり無理したら、もしパフォームがスタート地点まで戻ってこなかったら、これ全部無駄になっちゃうんですよ。ちゃんと日の出までにスタート地点に戻んなきゃいけない。そうじゃなきゃ円とか四角になんないですから、ちゃんと最初から最後まで、最後でも最初のところ戻ってきて、ちゃんと土地がゲットできるんですね。で、欲張りすぎるとまずいんですよ。だから、まだ生きるかな、ちょっと歩くんですけど、ちょっとやばそうだなところで、日も結構ね、ちょっと夕暮れに近い感じになってきた。曲がるんですよ。2面目が終わった。で、3面目行くんですよ。まずいかなあんま時間ない、ちょっと急ぐんですね。急ぎ始めて、もう夕暮れになってきたんですよ。やばいなと思って、で、もう一個置いて、もうかなり疲れてますけどね、夕暮れになってきたんで。で、4つ目、バーッ、最後の面なんですよ。で、バシキル人たちがどんどん近くに見えてきて、やばい、もう完全に平らな土地じゃないんで、まあ起伏あるんですけど、それでももう時間がないから、結構これ遠いなーって思って、時間ないなー、かなり急ぎ始めるんですよ。バーッ、ちょっと小走りぐらいの感じ急ぎ始めるんですよ。もうかなりしんどいんですよ。もうそれまで1日歩いてきてますし、もう足にも膝にも来てるんですよ。ザーッ、やばいって思いながら頑張って走るんです。バシキル人たち、わあわあ急げーみたいな感じでやってるんですよ。でも、いよいよもう結構太陽沈みそうになってる。かなり近くまで来たけど、わあ
かなり近くまで来て、で最後バシキリ人たちのところに行くのにもう太陽沈みそうになってる。でも太陽沈んだと思ったけど、バシキリ人たちはまだワーワーやってるんですね。これなぜかというと、パフォームのところではもう日が沈んだように見えるんですけど、バシキリ人たちがいたところではまだ太陽が高いんで、こうパフォーム最後上り坂になってるんですけど、こっちから見るとまだ太陽昇ってるんですよ。まだ太陽こっちから見ると昇ってるからいけるんですけど、パフォームとかだと沈んでるように見える、まだ目にあったところでもうダッシュするんですよ。もう体力も限界に近いんですけど、うわーって走るんですけど、うわーもう汗もブシャーになって、でもう限界に近いで、もう少しだーってなるところでバッ倒れるんですよ。バッ倒れて、あれバシキリ人たちもうすぐそこまで来たの。そこを見るとパフォーマー死んでるんです。ここで話が終わるんですよ。最後ね、パフォームが起きる前に見た夢の通りになってしまってるんですよ。このパフォームに最初いい土地がありますよって言って、百姓これも悪魔だった。でパフォームにバシキリ人の土地がありますよって言って、旅人これも悪魔だった。そしてバシキリ人の村長、これもおそらく悪魔だった話になってるんです。土地さえあれば悪魔も怖くないパフォーム言ってたんですよ。最初はもうちょっと土地あればいいなって言ってた。だ実際土地が入ったらちょっと他の百姓たちが入ったら裁判を起こすようになった。それで人が周りにいなくなってしまった。土地はあるけど、そしてさらにいい土地がある、いい土地手に入れたんだけど、それでなんか物足りなくなった。でもっと欲しくなった、で借りる、でバシキリ人の土地があるからバシキリ人の土地が欲しい、で行ってみる、もっと広い土地が欲しい、もっといい暮らしができる。で1日分いくらですって、1日歩く、1日歩けば大量のいい土地が手に入るっつって走るんですけど、最後は自分の限界を超えて走ってしまって死んでしまうって話になってるんですよ。悪魔も怖くないと言ってたの。結局土地に溺れて死んでしまった。それがこの物語、人にはどれだけの土地がいるのかなってます。これ皆さんにも、まあ、多少当てはめて、全てではないですけど考えることができると思います。なんかすごい自分が大事だと思ってるもの、趣味とか、例えばすごい本が好き、漫画好き、漫画すごい集めるのが好きと、靴が好き、スニーカーすごい集めるのが好きと、もうすっごいそれにバーって言って集めちゃったりするけど、パフォームにとってもう最後はもう土地だけが大事なものになってた。けど本当にそれでよかったのかっていうのはかなり疑問なところですよね。土地さえあればって言ったけど、土地だけあっても何もならないですよね。そこに生活がなければ、こんななんか生活、ちゃんとして自分の生活があるけど、なんかのめり込んでしまう、なんかに中毒になってしまう、そんな中本当に大事なものが何か見失ってしまう、バーってもう周りが見えなくなってしまう、そんな男の話でした。これね、自分だもん、ああ俺あれすごいハマっちゃう、ハマって本当はこれやんなきゃいけないけど、本当はこれが大事だって分かってるんだけど、こっちやっちゃう、なんかゲームにすごい時間使っちゃうなと、そういう人あると思います。そんなものを見返せるのがこの人にはどれだけの土地がいるのか話になってます。ぜひ本物読んでみてください。それでは、さようなら。